じゃあ行きましょうか。あんたか、俺のこと調べてたの。水を。それは17歳の澄んだ目をした少年だった。僕は新たに光を背負ったこの不思議な少年のことをまだ何も知ってはいなかった。久しぶりじゃん、ユウ。2年半ぶりかな。千樹蓮は私たち MP の存在を知っています。何ですって。私たちがビーストを目撃した人の記憶を消去していることも。それは確かなの。彼自身から聞いたことです。水を、あなた。私はターゲットと直接接触してしまいました。監視のミッションは誰か他の要員に交代してください。その必要はありません。あなたは継続してターゲットと接触してください。今後は友人として。彼を騙せということですか。報告は直接私にあげてください。では任務に戻って結構です。計画通り、そういうことですか。やっぱりこんなのパスワードなわけないよな。パスワードを入れられるのはあと1回。例に関する情報はこのグループ PP だけだ。機密事項 PP、 パスワードさえ分かれば。どこかに手がかりは。当たった。
テウスプロジェクト。そう、彼はプロメテの子です。 PYR はギリシャ語の炎、プロメテウスが人間に与えたという炎です。イラストレーター、君はいずれ見つけると思っていました。センジュレンはプロメテウスプロジェクトによって生まれた子供です。したがって彼には両親も家族も存在しない。そういう意味ではプロメテの子は皆天涯孤独です。プロメテウスプロジェクトって一体？プロメテウスプロジェクトとはある医療研究アカデミーが運営する実験的な遺伝子プロジェクトです。ハイパージェネティック理論に基づき登録された何種類もの優秀な遺伝子から特定の遺伝情報を持つ DNA フラグメントを選別して組み合わせ、人為的にハイブリッドの新生児を誕生させる。アカデミーはティルトの下部組織の一つで、無論その存在は極秘です。最近になって実験工程に若干の問題が発見され、プロジェクトは一時凍結されていますが、その生まれてきたプロメテの子供たちは、彼らはダラスにあるアカデミーの寄宿学校で養育され、おおむね14歳あたりで大学卒業課程を終えます。レンは海洋学を志し、事実優秀な海洋学者になるはずでした。ところが一月前、レンはアカデミーから忽然と姿を消した。じゃあレンは光に導かれてここへ？いや、そうじゃない。でもそれならどうしてレンは突然未来を放棄して姿を消したりしたんです？これ以上彼に近づかない方がいい。え？さもないといずれ君自身が苦しむことになります。どういう意味で？こっちから着席見るとさ、なんかすっげえ広い感じしない？俺初めてパンダさんの役でショー出た時超緊張してさ、それまで人前で踊るとかなかったし。自分のことは私に話さない方がいい。いいよ、俺のこと誰に話しても。したら水をちょくちょく来てくれるわけでしょ。と昔読んだ本の中にね、変な男の話があって、そいつの夢は大勢の子供たちが遊んでるのをただ見守ってることなんだ。そんで子供が崖から落ちそうになったり危ない目に遭いそうになったら、さっと飛んでいってその子捕まえてあげるわけ。俺はね、そういうのになろうって思ったわけよ。どうして？どうしても。やっぱりこれはグランテラの鬼門なんだ。何か分かったの？見てください。何度見ても凄まじい威力ね。問題はこの部分なんですが、このビーストは節足系の複合体で、体にいくつもの鬼門を持っているんです。奴はこの全ての鬼門から攻撃できる。ええ、このビーストが本気になって攻撃を始めればこっちは蜂の巣です。手の打ちようがない。待ってよ、じゃあこの間は本気じゃなかったってこと？ビーストは試したんだ、新しいウルトラマンの能力を。ビーストが試したのではない。試したのは背後でビーストを操っているアンノンハンドだ。次は本当の戦いになる。
Nexus. Nexus.何も報告することはありません。良い友人になれたようですね。次にビーストが現れても攻撃ミッションは行いません。しかし次の戦いは向こうも本気で来る。だからこそです。どういうことよ。次はアンノウンハンドもダークフィールド G を前面に展開してくるでしょう。ダークフィールド G がチェスターにどんな影響を与えるか現状では予測不可能です。この状況でビーストの鬼門からの一斉攻撃に対応できる確率は極めて低い。危険だから出撃しないというんですか。確率の問題です。君の生命同様クロムチェスター機はティルトにとって大切な戦力ですから。では戦闘はウルトラマンに任せて我々は全員ここでじっとしていろと。そうは言っていません。今後の戦闘のためにも僕らにはデータが必要です。デルタ機のみデータの収集に出します。僕が行きます。私も出ます。このビーストも夜行性です。西条副隊長と顧問隊員は日没前にスタンバイしてください。了解。イラストレーターダークフィールド G でこんなビーストと戦うことになればウルトラマンは。顧問隊員、ウルトラマンが現れたということは光が新たなデュナミストを訪れその人物が自ら戦うことを選んだということです。たとえそれがどんな戦いになろうとも。-2.02 副隊長、ありがとうございます。一緒に出てくれて。私はあの青いウルトラマンがこの状況でどう戦うかそれを見極めたいだけ。来た。エリア A ポイント186にビースト振動波を確認。クロムチェスターデルタテイクオフ。境界面突破。
紋が。アビロックミサイル、ファイヤー。フィールド G がビーストに力を与えてるんです。
は蓮の捨て身の戦い方に一瞬不吉な胸騒ぎを覚えた。すでに蓮が一人で過酷な宿命と向き合っていたなんて思ってもいなかった。僕は彼の一番大きな秘密をまだ知らないでいた。列を作って目を伏せて歩く。この時代勝ち残るのは狂ったふうな人らしい。例えば僕が安心できる居場所どこにある。